本日は以前の動画でご覧いただいたこのワンピースの作り方というか、ほどいた浴衣の生地をどう使って A ラインを作ったのかをお話しさせていただきます。こんにちは、ボタン着物塾です。これなんですけど、特徴としては、A ラインになってるってことですね。で、これは男物の浴衣から作ってますね。こういう形になってます。身頃そのまま、使ってますね。で、真ん中縫って、後ろも縫って。で、この A ラインの、場合はですね、ここのこの脇に三角がついているから、大きな A ラインになるんですね。で、ここの作り方なんですけども、お袖を、これ違う浴衣のお袖ですけど、お袖だいたい1メートルぐらいあります。なので、この長さも私のようにある程度 のロング丈にする方はこのまんま使っちゃっても大丈夫だと思うけども、そこら辺のところは調節してくださいね。全体の長さはね。で、これを斜めにこういうふうに切ってしまうんです。斜めに。そうするとこう三角形ができますよね。はい。で、このね、髪がお袖だったとすると、縫い代分、まあ、1センチなら1センチ、何センチでもいいですけど、ずらして斜めにした方が、あと身ごろにつけるときにやりやすいと思います。ここ縫い代分ずらしたところから斜めに切っていくっていうことですね。はい。で、ちょっと切ってみますね。こういう感じで切れました。そしたらこれをこうすると2枚ピタッと重なりますね。ここが、直角三角形になるので、直角三角形の直角の辺の、長い方ですね。長い方が身ごろとくっつきます。身ごろとくっつく。身ごろはこういうふうにあったとしたら、身ごろと縫い付けるわけですね。それで直角の短い方のここが裾になります。そしてこの斜めのところが脇になるわけですね。で、ここは耳じゃないので、ロックミシンをかけるとか、ジグザグミシンをかけるとか、まあ、そういう処理が必要になってきますね。で、ここをビーッと縫うと。それで、正確に説明すると、1枚のお袖と、お袖っていうのは浴衣のお袖と、もう1枚のお袖を斜めに切るんだけど、これとこれは、合体はしないですね。裏表の関係があるので、こっち側の、例えば右のお袖と左のお袖がくっつくってことになります。こういうことになりますね。この字が書いてある方は生地の表だとすると、こういうことです。こっち側のお袖とこっち側のお袖、斜めに切るけど
反対側のお袖同士で合うような形になります。裏表間違わないような感じでやってみてください。でこうなって、こうなって間に身頃がこうやって入るわけですね。わかりいただけましたでしょうか。縫い方としてはいろいろだと思うんですけど、身頃にくっつけてしまって前身頃と後ろ身頃を脇はずっと脇を縫っていく方がどっちかっていうとやりやすいんじゃないかなと思います。浴衣をほどいたら、身頃の部分は身頃にしてしまうし、お袖の部分はここの脇の A ラインにしてしまうから、余りがないんですね。あと、余った部分っていうのは襟とか奥身とか半分の幅になっているところしか余らないんです。だから例えばシミがあったりとかして全部使えないなっていう時は、その半分をまあつなぎ合わせるとかでもいいけど、多分この身頃の部分としては足らないと思うので、そういう時は、2枚の浴衣をほどいて柄合わせとか色合わせをして2色で2種類のもので作られるのもいいかと思います。ますます可愛くなると思います。はい。で、ここの A ラインのところができたとして、であと難しいところは襟だと思うんですけども、この場合はあの V にしてますね。これは V にしてます。それで、これをだいぶ大きく作ってるんですけど、めんどくさいのでこのまま頭の出し入れができるように大きくしちゃってるんです。でこうやっていっぱい開くのが嫌な方はやっぱファスナーをつけるとか割ってボタンをつけるとか何かしないと頭が出たり入ったりできないのでね、ちょっと大変かもしれないけど、まあ、お得意な方はそういう感じでやってみてください。で V もこれは、V にして見返しをつけてるんですね。で見返しはまあちょっとこう返すときにここにちょっと切り込みを入れないとくるって返んなかったりとかして、まあちょっと難しいかなって思う方は、まあ、これは V でやりましたけども、丸とかでもいいと思うし、いずれにしてもほどいた時に襟肩開きって言ってここに少し10センチ弱の切り込みが入っているので、そこはこの襟ぐりに持ってきてます。 V でも丸でも何でもいいけども、そこその切り込みのあるところに襟を持ってきてください。はい。私は163センチで、まあご覧の通り中年太りなので、これはね、この真ん中のここの縫い代もここの脇の縫い代も1センチぐらいしか取ってないです。だから短物を割といっぱいいっぱい使ってるんですけど、小柄な方とか、細い方はこの真ん中の合わせるところに縫い代をもうちょっと持ってくるとか、この脇の縫い代をもうちょっと多くして全体的なこの身ごろの幅を狭くされたらいいかと思います。丈はね、背が高い低いだけじゃなくて、まあ、ロングがいいっていう人もいるしね、膝が隠れるぐらいがいいっていう人もいるから、まあご自分の好きな感じでやってみたらいいかと思います。でお袖はもう本当にまっすぐなので、このここの脇のここの縫い代ですね、縫い代からまっすぐ内側に折ってミシンかけてしまえばいいと思います。
この三角の部分は割と簡単だったと思うので、やってみてください。こんなもうすぐ9月ですっていう、秋になっちゃうよっていう時に、こんな浴衣のお話でごめんなさい。まあそういうことで、まあ秋冬もねの分もね、またやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日も、最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。